こちらは長野県の和田峠で採れる、黒曜石ですね。こちらは、クリストバライトというのが入っています。こちらの白いやつですね、クリストバライト、簡単に言うと水晶の、一つの形態だということです。宝形石という。でこちらなんですが、ライトで透けます。こんな感じで、このクリストバライトはこんな感じで中に入り込んでます。剥き出しになった部分はこんな感じになります。でこのタンブルはへこんでいるところは、クリストバライトが抜けてしまったところですね。これがクレーター、隕石のクレーターみたいにも見えるん でこのように磨いたタンブルはかなり面白いなと思います。これもそうですね、ライトを当てると中にあるクリストバライトがしっかりと入っているのが分かります。これも表面には出てますが中に埋没しています。こんな感じですね。これなんかは、抜けたところがすごい深くなってますね。こちらも照らすと中に完全に一つ大きな玉が入ってますね。クリストバライトが完全に内包されています。ここは抜けたところと抜けてないところでちょうど対になっている感じですね。面白いですね。でこちらは同じくちっちゃい玉が何個か入ってますね。クリストバライトが入ってます。で外側からのここですね、抜けたところもあって、これはビーズになってます。ここに穴が開いてますんで、こんな大きい玉ですけども、これはブレスレットとかにも入れられるビーズになってます。であと残り2つ、こちらは、同じくクリストバライトがしっかりと内包されています。大きいものもあれば小さいもの、この感じをですね、ご自身で採掘された方が、惑星という表現されたんですけれども、クリストバライトが大きな玉、小さな玉などがこう浮かぶような、こんなこうもやもやっとした感じに浮かぶのが、惑星に見えたっていう表現なんですけども、僕もこれ加工した後に確かにそうだなと思いました。インスピレーションっていうのはある条件になると伝わるということを感じました。これはペンダント用に穴が開いてます。大きめの穴なんで、2ミリぐらいの紐が通りますかね。ここにこんな感じですね。これはもう本当にクリストバライト内包ですね。でもう一つこちらも、穴が開いてペンダント、これは横穴式、個人的にアメリカ式と呼んでるんですけど、アメリカで通奏で知れたルースなどによく横穴が開いてて紐を通せるパターンが多かったので、アメリカ式と呼んでいます。横穴タイプのクリストバライト入りですね。ここへこみがあって少しクリストバライトが残ってますけど、これは抜けてしまっています。ここですね、ここに一つ入ってますね。以上が長野県ですね、和田峠のクリストバライト入り黒曜石の紹介でした。